アレックス・フェレーラはアメリカ合衆国コロラド州アスペン出身のフリースキーヤー。種目はハーフパイプ。使用しているスキー板のブランドはサロモン。コロラド州アスペン出身であり、スキーをするには非常に恵まれた環境で育った。3歳の時に初めてスキーをする。5歳の時にアスペンバレースキースノーボードクラブの一員になる。初めは モーグルの練習をしていた。パークで滑るスキーヤーを見て憧れ、フリースタイルスキーヤーを目指すようになる。スキー以外の趣味は、トランポリン、クリフジャンプ、チュービング、サッカー、ゴルフ、ボート、卓球、海で過ごすこと。現在ウェストミンスター大学に通っている。2014年1月の X ゲームズアスペン、ハーフパイプ種目に出場。アメリカのデイビッドワイズ。 フランスのケビン・ローランドに次ぐブロンズメダル。2015年1月の X ゲームズ・アスペン2015ハーフパイプ種目に出場。アメリカのデイビッド・ワイズを上回り、カナダのサイモン・ダルトはフランスのケビン・ローランドに次ぐブロンズメダル。2015年12月のデューツアーハーフパイプ種目に出場。アメリカのデイビッド・ワイズ、ニュージーランドのボー・ジェームズ・ウェルズに次ぐブロンズメダル。これが デューツアー初の表彰台となった。初のオリンピック出場となった2018年のピョンチャンオリンピックではスキーハーフパイプで銀メダルを受賞した。ありがとうございます。